やっとゴールデンウィークの終わったね。こんなこてとつけむにゃー、こつばかおこっちか、もう、ゴールデンウィークは、何したかわからん。前回の動画で言うたごつ。ほら、あの後、最終日にカットしてもろたもん。差しより頭ん陥没ば、どげんかせなんでしょうが。とはいえ、ほら、サロンに行くわけでも、なんでんにゃけんたい。ぜーんぶ母ちゃんにお任せたい。なんさ、ハゲば隠そごたって、母ちゃんに言うたらたい。ああ、わかった。なら、原点回帰たいって言わしたもん。原点回帰ってなんね。ほら、どぎゃんなっと。ああ、えらーい田舎道ば行きよんねーって思たろ。筋肉マンば今、送ってきたったい。そして、ドライブしよっとこ。こが山がよ。もう田んぼたい。当たり一面全部田んぼたい。ギャンとけすんどんなら、都会は恐ろしゅうして行かれんよ。ドライブカー帰ってきてから、いよいよ買っとたい。妙な歌歌うとはええばってん。こが頭は妙なかごつせんでよ。で、どぎゃんなったかて言うとたい。どぎゃん。十円ハゲの、どうなったろ？ちゃーんとパンツも履いとっけんね。インスタのサブスクリプションっていうとに登録しとる人に先にお披露目したもん。それにコメントくれた人もたい。音楽家のバッハのボタンねて言うてやらしたもん。待ってん、こら、ケイトクジロカットって言います。まあ、音楽家ちゅうところは一緒たいね。ケイトク先生も歌は歌わすけ。ほら、やっと原点回帰の意味のわかった。昔に戻るっていう意味ね。ほら、昔、ギャーン髪型になったコツもあったもんね。ライオンカットにしようてして。今日も、いっちょんためならん話で、ごめんね。なら、ご無礼しまーす。まったねー。おい。ぬしゃなんで座布団2枚も敷いとってや。お前はいつも床で寝とんだろうが。そら、母ちゃんが大型面準備してやらしたぞ。